11月5日のお洗濯情報をお伝えしていきます。今日は洗濯の外干しができるかどうか確認していきましょう。幕張は現在快晴の空が広がっています。その他のエリアはどうでしょうか、確認していきましょう。天気分布予想です。9時から時間を進めて今日のお天気の流れを確認していきましょう。時間を進めると今日はやや雲が多いところが多くなっています。北海道は太平洋側を中心に日差しが届く見込みです。西日本の一部も日差しが届くところがありますが、その他のエリアでは太平洋側も含めてにわか雨が心配です。この先外干しできるかどうか洗濯の指数で確認していきましょう。見ていきますと、札幌、仙台、名古屋、大阪が外干し OK となっています。ただしにわか雨にはお気をつけください。新潟は午前のうちは雨の降るところがありますが、この後 OK になっています。ただそれ以外のエリアですと、この黄色、心配アイコンということで、今日は室内干しをおすすめします。この後も空の変化に合わせてお洗濯をしてみてくださいね。詳しいお洗濯情報であったり、この先の天気についてはお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。